コスタ・ガブラスはギリシャ出身でフランスで活動する映画監督、脚本家である。パルムドールとキンクマ賞の二つの最高賞を受賞している。娘は全部フィデルのせいで長編デビューした映画監督ジュリー・ガブラス。息子のロマン・ガブラスも映画監督。1933年2月13日、ギリシャ・アルカディア県のルトラ・イレアスで生まれる。 第二次世界大戦中は、ペロポネソス半島で過ごし、終戦後は、アテネで暮らす。ソルボンヌ大学で学んでいたが中退し、IDHEC で映画を学んだ。1958年に25歳で、修作短編を撮った後、1960年から、アンリ・ベルヌ・ユー、ジャック・デュミ、ルネ・クレマン、ジャック・ベッケルらの助監督を経験した。1965年に、 セバスチアン・ジャプリゾの小説、信頼者の殺人者を原作にした、長編劇映画、七人目にかける男で、監督としてデビューした。政治的な題材を、サスペンスタッチに描く作風を特色とし、1969年、監督作品、Z がアカデミー外国語映画賞、カンヌ国際映画最新最賞を受賞。1972年、戒厳令で、 ルイ・デリュック賞を受賞。1982年、ミッシングでアカデミー一脚色賞、第35回カンヌ国際映画祭パルムドールを受賞。1990年、ミュージックボックスで第40回ベルリン国際映画祭、キンクマ賞を受賞。1998年、永年の業績に対し第5回、ルネクレール賞を受賞した。中でも、Z。 告白、戒厳令は、彼の、三部作と言われる。1982年から1987年まで、また2007年以降シネマテイクフランセーズの理事長を、務めている。2009年、アテネの新アクロポリス博物館の依頼を受け、来場者のための、パルテノン神殿の破壊の歴史を描いた1分40秒程度の、フィルムを制作したが、その中のギリシャ聖教徒が、 同心殿に梯子をかけて登り、彫刻を奪う場面が、ギリシャ正教会の圧力で削除された。彼は、この措置に、容認できないと激しい抗議をしている。2018年8月30日には、AP 通信がガブラスが死去したという情報を、ツイッター上で流し、それに、他の報道機関も続く騒ぎとなったが、後に死亡情報を流した発信元が、 ギリシャ文化賞を名乗る、偽のアカウントであったことが判明し、AP 通信はツイートを削除した。2019年、ドノスティア賞を受賞した。ありがとうございます。